どこここ病院。おはよう、いつも通り寝ぼすけだな千秋は。父さん、来てたんだ。そりゃ、いくら家を開けることが多いって言っても、息子が刺されたって電話がかかってきたら心配で来るだろ。あと、いっつも言ってるけど、いい加減父さん呼びやめろ。ノートパソコン落とし、そう言った父さんが椅子から立ち上がりベッドの横へとやってくる。やだ。その話はおいおいとして。彼女ちゃんめちゃくちゃ心配してたぞ。私のせいでって。それは悪いことしたな。いくらあの状況で真っ白に怪我を負わせないためとはいえ、彼氏が付き合った当日に自分のストーカーに刺されるって。そこそこトラウマもんだろうし。それより、痛いところとかあるか？お腹。うん、だろうな。そこ以外だったらびっくりする。冗談交じりに会話をし、父さんは枕元にあるスイッチを押す。すると頭上あたりから声が聞こえてくる。どうかしましたか？息子が目を覚ましました。腹部に痛みがあるくらいでその他は特に異常はないみたいです。わかりました。先生と共にすぐに向かいます。父さんって敬語とか使えたんだ。おう、自営業なめんな。俺にも内容あんま教えてくれない自営業な。ちなみにその自営業の社員の人数は？俺一人。ほんと父さん何してるんだか。人助け。アバウトが過ぎませんかね、その返答の仕方は。まあ、実際。俺の仕事ってそういうしかないことしてるからな。俺と父さんがそんな話をしていると、お医者さんとナースさんが部屋に入ってきて、一通りの問診などが行われる。俺が病室で目覚めて数時間。ナースさんたち曰く、どうやら俺は刺されてから数えて半日くらい寝てたらしい。その間にカッターで刺された傷の縫合や、折れたカッターの刃の摘出が行われたらしい。幸いなことに、そこまで深く刺さったり、カッターの刃が細かく砕けなかったから迅速に手術は終わってたみたいだ。まあ、なのに俺が半日も眠ってたのは、父さんが言ってた通り。ただ単に俺が寝ぼすけだっただけっぽい。はぁ？やることないし。半日寝てたからか寝すぎで眠い。千秋が眠たそうにしてるのはいつものことだろって突っ込み待ち？それは言わないお約束ってやつでしょ。そんなクソどうでもいい話を父さんと繰り広げていると。病室のドアが開かれる。はぁ？はぁ？はぁ？千秋くん。よかった。よかった、目が覚めて。我慢しろ千秋、痛いのは我慢しろ。自分にそう言い聞かせて痛みを我慢し。心配だったのか、周りの目も気にせず俺に抱きついてきた真っ白の後ろ髪を撫でる。だ、大丈夫だから。ほら。心配かけたみたいでごめん、真っ白。心配だったのはそうだけど。千秋くんが謝ることじゃないよ。だって、千秋くんは私を助けてくれたんだから。本当に。本当に、目が覚めてよかった。お二人さん、いろいろ換気は待ってそうなるのは察せるけど、彼女ちゃんのご両親も、一応俺もいるからさ。そういうのはちょっと我慢した方がいいんじゃないかな。いやまあ、俺も彼女ちゃんの気持ちはわかるんだけどね。あ、は、はい。いらっしゃるのに気づかずすみません。京屋さん。こっちこそお邪魔してごめんね。さ、お二人もどうぞ入ってください。そうい、父さんが招き入れた真っ白の両親に俺はこっちが申し訳なくなるほど感謝と謝罪を受け、お見舞いと言ったらこれ、と言っていいほどよく見る果物がたくさん入ったカゴをもらった。というか、聞き忘れてたけど、真っ白の方はあれから大丈夫だった？ほら、俺途中から意識なかったし、あいつ逃げたりしてない？千秋くんのおかげで私はなんとも。それに、私が通報してっていう前にお母さんたちが先に通報しておいてくれてたから、あの人も逃げずにちゃんと。けど、真っ白は見え切らないのか何なのか、少し言いよどむ。ま、あんな程度で真っ白から手を引くならストーカー地味たことも、ましてや人を刺したりもしないか、なんというか、その執念を他に回せないもんかね。あの男子は、私があの人を勘違いさせるような言動をしてたなら、今回のこと含め、私が悪いって思えるんだけど、普段。というか、中学の時から、そうめったに話す相手でもないし、なんであそこまで私に固執するのかもわからないから、本当にどうすればいいんだろうね。真っ白が言いよどんでたのを考えるに、また何かしらしたのか、しようとしたのかってことはわかるけど、あいつの頭の中ではどういう風に変換されてるんだ？告白断られてたのに、真っ白とは恋人だって自己解釈してたし。千秋くん、大丈夫？ああ、ちょっと考え事。あんまり、無理しないでね。大丈夫。傷もそこまで深くないし、刺さったカッターの刃ももう取ってもらったから。そういう意味じゃないって、分かっててそう言ってるよね。まあ、そうだけど。さすがに今回のことで真っ白に心配かけたし、もう無茶はしないよ。約束する。よろしい。そういい、真っ白は俺の頭を撫でてくる。でも、あの時、怖かったけど。
私が怪我しないように守ってくれた千秋くんは、その、かっこよかったよ。なんだこの可愛い生き物は。さすがに恥ずかしかったのか、マシロは言葉を発するうちに顔はからめうつむいていった。千秋、俺とマシロちゃんのご両親はちょっと外で話してくるけど、変なことすんなよ。しねえよ、変な心配してないでさっさと行くなら行け。すみませんね。うちの息子少々乱暴なところがありまして。あったとしても粗雑な対応すんのは父さんにだけだっての。俺がそう言葉をこぼすと、父さんとマシロの両親は病室から出て行った。千秋くんと京也さん仲いいね。まあ、悪くはないとは思ってる。あんな感じの言葉遣いの千秋くん初めて見たもん。それだけ仲いいってことだよ。父さんが父さんだし、ああいう物言いにもなるよ。基本的にふざけてるしあの人。まあ、ああいうおちゃらけた部分に助けられることも多いけど。京也さんに直接そう言ったことある？いや、ないけど。あはは、思春期だ。千秋くんが思春期してる。思春期ですとも。そんな会話をマシロとし、父さんやマシロの両親が戻ってくるのを一緒に待つ。俺は悪くない。長月千秋が悪い。だってあいつは俺とマシロさんの仲を邪魔したんだ。不良のくせして純真無垢で汚れを知らない俺の天使に近づこうとしたあいつが悪いに決まってる。そうに違いない。なのになんで誰も俺のことを信じてくれないんだ。俺は悪くないのに、なんで全員あんな不良の味方をするんだ。あいつが悪いってことは誰の目で見ても明白なのに、なんでみんなあんな不良の味方を。俺が黙ってるからって調子づきやがって、俺を悪者だって疑ったやつも、今回の真犯人の長月千秋にも絶対に目に物見せてやる。俺から真白さんを奪わせはしないからな。俺が退院した翌日、学校に父さんもろとも呼び出された。俺を呼び出すのはまだわかる。当事者だし暴力を振るったから。だけどなんで真白までここに呼び出すかな。この学校には真白への配慮ってのがないのか。真白が黙ってるからあいつに真白が襲われかけたってのを知らなくて当たり前ではあるけど、俺がしばらく入院することになった原因知ってれば真白呼ぼうって考えにはならないと思うんですが、俺が学校への不平不満を心の中で叫びまくっていると、俺たちのいる場所のドアが開かれ、私の息子を殴ったってヤンキーはあんた？まあ見るからにしつけのなってない身なりをしてるわね。だから簡単に人を傷つけれるのよ。人の痛みを知りなさい、痛みを。千秋ステイ。わかった。俺が椅子から立ち上がろうとすると、父さんに制止される。ま、紹介するね。あの人が、僕の恋人で、将来を誓い合った、ま。真白社、さん、だよ。ふへへ。誰がどの面下げて恋人って言ってるんだか。もう一発殴ってやろうかな。いや、殴っても目が覚めないのがあいつか。ふーん。まあまあってとこね。でも、私の息子の恋人になれたっていうのに、そんなしつけもなってないヤンキーに媚びうるようなバイタのどこがいいのかしら。だから千秋ステイ。違うよママ。真白さんは、そういう人じゃないんだよ。全部あの不良が悪いんだ。真白さんは、純真だから。その男にだ、騙されてるんだよ。そんなのどうでもいいわよ。で、いくら払ってくれるの？払うとは、何のことでしょうか。はぁ、そんなのもわからないの？これだから定額歴は。慰謝料よ、わかる？今日はその支払いをしてもらいたくって弁護士の先生もお連れしたのに。こんな定額歴相手なら必要なかったかしら。言いたい放題な女性の後ろで、メガネをかけた黒スーツで73分けの男性がこっちへと向かってくる。ええ、今日は学校側にお願いし、あなたたちをこちらにお呼びいたしました。手短に話をいたしますが、こちらからの要求は1000万の慰謝料の支払いです。1000万の慰謝料の内訳は、長月千秋さんからの暴行、治療費が700、渡来真白さんの不貞行為が300。支払いに応じなければ、こちらとしては裁判を行うのもやぶさかではないです。ああ、だからさっきから先生とかこの部屋にいなかったのか。納得。ふん、底辺は底辺らしく、一生安い賃金で働いて慰謝料の返済してなさい。どうだ、長月千秋、俺。俺を舐めやがって、言い返しすら、できないのか。虎の湯を借りるなんとやら。真白大丈夫かな。さっきからうつむいてるけど。そちらの主張は以上ですか？何？その言い方、そっちに言い分があるみたいな。そう言ってるんですよ。こちらとしては、そちらが謝罪してくだされば問題にすることもなかったのですが、そちらがその気なのでしたら、こちらも請求、要求することにします。何の話をしてるのよ。
そちらもご存知だと思いますが、あなたの息子さんが千秋のことを刺し、怪我を負わせたこと。3週間前、あなたの息子さんがこちらの真城さんへ乱暴をしようとし、人気のない場所で押し倒したこと。あとは、あなたの息子さんが真城さんと付き合っているだという嘘を流したこと。千秋があなたの息子さんに暴力を振るったことは、こちらも謝罪いたしますが、こと、そちらが今回の件を大ごとにしたいというのであれば、こちらもそれ相応の対応を取らさせていただきます。は？そんなの聞いてないんだけど。学校からも通知が行ってるはずなんですが、あと、これに関してはあなたは被害者に当たるかもしれませんが、そちらの、弁護士の方ですか？父さんがそう言うと、スーツの七三分けの男性は血相を変えて部屋を出て行った。何？何なの？まあ、逃げるってことはそういうことですよ。はぁ？で、どうするんですか？裁判となれば千秋もそれ相応の罪を背負うかもしれませんが、罪を背負うのはあなたの息子さんも同じ。いえ、千秋以上の罪を背負うことになるかもしれませんよ。それでもよろしければ、知人の弁護士をご紹介いたしますが。意味わかんない、これだから低学歴とは会話したくないのよ。ママ待って。そんな捨て台詞を吐き、俺たちにいろいろとやってきた男子生徒とその母親は部屋を出て行った。で、俺らにも説明してほしいんだけど。ただ、さっき慰謝料がどうのって言ってた男は詐欺師だったってだけだよ。バッジを右胸につけてたし、なんでスーツのフラワーホールを使わないのか。それが知りたい。ないタイプのスーツでもなかったのに。困るところ、あの母親が逃げたのも、自分たちが悪くなる可能性が出てきたからってこと？そうじゃないかな。まあ、あの息子くんには少し同情はするけど。あの母親、一回も自分の息子と目すら合わせないんだから。だからって、真城ちゃんや千秋にしたことを許すってことにはならないけど。ありがとうございます。京也さん、問題解決に協力してもらって。大丈夫大丈夫、千秋の彼女だからね。こんなので力になれるならなるよ。またなんかあったら二人とも遠慮せず俺のこと呼んでよ。すぐに駆けつけるから。俺の、真城の彼氏って立つ瀬がなくなるな。大丈夫。私が好きなのは千秋くんだけだから、うん。真城優しい。これでおそらく多分、あの男子もおとなしくなるだろう。まあ。あいつが逮捕されなかったことを変な風に勘違いせずに、俺たちからの最後の恩情だってわかればだけど。それから数日後、俺と真城はまだ学校に復帰せずにいた。まだ、男のこと、怖い？うん。どうしてもあの時のことフラッシュバックしちゃって、でも、千秋くんと手を繋いだり、キスしたり、いろんな恋人らしいこと、したいとは思ってるんだけど、どうしても、こう近づくと、怖くなっちゃって。しゃあないよ。そう簡単に克服できないのがトラウマなんだし。俺はそういう行為ができないからって、真城を嫌いになることはないからさ。病室で俺に抱きついてきたのは、それだけ心配だったってことだろうし。あんなことがあれば俺のことも怖いって思っても仕方ないよな。ありがとう。千秋くん。話は変わるけど、そろそろ俺たち学校復帰しないとだね。真城は3週間以上で、俺の方もそろそろ1週間になりそうだ。休んでるの。あはは、そうだねー。でも、千秋くんは学校行ってもまたどこかで寝てるんだろうけど。まあ、その通りですね。長月千秋。俺の天使で、俺の恋人である真城さんを寝取りやがって。お前のせいで、ママも家に帰ってこなくなったし。全部お前が悪いのに。お前さえいなければ、俺の人生すべてうまくいったのに。お前さえいなければ、真城さんの隣にいたのは俺なんだぞ。俺は、そんなことを心の中で叫び、双眼鏡を持つ手に力が入る。